新作映画を5分で紹介、映画パーソナリティことぶきつかさです。今日紹介する作品はドキュメンタリー映画ですね。こちらダヴィンチは誰に微笑むという作品です。またまた僕の大好きなドキュメンタリー絵画映画ですね。まあ、こちらの作品なんですけれども、まあ、アート界の闇を暴いたドキュメンタリーなわけなんです。ちょっと説明がねややこしいかもしれないんでついてきてほしいんですけれども、ある美術賞が名もなき会社のカタログから13万円でこの作品を、まあ、落札するんです。まあ、13万って、まあ、正直その大きな作品から比べてみれば、まあ、はした金なわけなんですよね。でね、まあ、その13万円でこの作品を落札したんですけれども、まあ、彼らはね、まあ、ロンドンのナショナルギャラリーに接触して、でその絵はね専門家の鑑定を経てダヴィンチの作品だっていうことになったわけですよ。でね、お墨付きを得たこの作品なんですけれども、投資目的の大財閥だとか、まあ、手数料を騙し取ろうとする仲介人だとか、まあ、大衆を利用して絵の価値を釣り上げるマーケティングマンだとか、あと利用されるハリウッドスターとかも出てくるんですよ。もう言っちゃいます、もうディカプリオス、ディカプリオが利用されたりもするんですよね。でそんな中、この作品ダヴィンチの作品だと言われたんですけども、その一方で実はレオナルド・ダ・ヴィンチの弟子による作品なんじゃないかなという専門家も現れる。さあどうなるかという、まあこのルーブル美術館を巻き込んだ謎のを探る作品なんですけれども、まあこの作品の中でね、まあもちろんその海外のドキュメンタリー映画というところで僕は大好きなジャンル。で何度も言ってますけど、僕はあの大学でちょっと芸術学科だったりするんで、特にまあまあ興味深いなっていうふうにこの作品を見たんですよね。でちなみにこの絵ですよね。サルバトール・ムンディと言われてるんですけれども、まあ、サルバトール・ムンディとはラテン語で、まあ、世界の救世主っていう、まあ、意味なわけなんですよね。で、このサルバトール・ムンディがダ・ヴィンチ最後の作品だと言われてるんですよね。だから、この作品が本物だったらということで、値がどん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 釣り上がっていって、先ほども言いました、13万で、買ったこの絵がなんと510億円になってしまうんです。13万が510億億円になってしまうわけですよ。でこのミステリーなんですよね。ただ本物かどうかはわからないっていうことなわけです。でね、まあ、つい先日もバンクシーのね作品がこうシュレッダーにかけられてなんていうニュース見られた方もいらっしゃると思います。バンクシーの作品ではね、僕のオールタイムベストの一本、イグジットスルーザギフトショップという、まあ、ドキュメンタリー映画があります。まああれをドキュメンタリー映画で言っていいのかちょっとわからないけれども、まあ作品があって僕は大好きで、この前もラジオで紹介したばかりなんですけれども、例えばあのバンクシーのあれは風船を持つ女の子ねだったかな、まあシュレッダーにバーってこうかけられたじゃないですか。あれオークション会場で起きた事件ですけれども、もともとあのバンクシーの絵は日本円で約1億5000万ぐらいの、まあ、値段だったわけなんですけども、あのシュレッダー事件が起きてその後落札されたバンクシーの絵が約25億円ですから、絵自体は変わってないわけですよ。もっと言うとシュレッダーにかけられた、ある種傷物になってしまったにもかかわらず1億5000万だった作品が25億円になる。要は絵の価値って何っていうのがこのダヴィンチは誰に微笑むという作品のテーマでも僕はあると思うんですよね。いや本当にね、この作品ね、エンターテインメントとしてね本当に優れてるし、やっぱね謎解き映画でもあるんですよね。ダヴィンチ絵画ルーブル美術館ちょっとわかんない、めんどくさいっていう方いらっしゃると思うけど、この作品ミステリードキュメンタリー映画として見れば楽しめるんじゃないかななんていうふうに思います。ダヴィンチは誰に微笑む、11月26日から全国公開、ぜひ劇場で体験してみてください。
新作映画を5分で紹介、映画パーソナリティことぶきつかさでした。